も TQQ です。今回はキングスローでメイちゃん使っていきたいと思います。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。開幕ビデオ速攻抜かれちゃいましたけれども、メイちゃんそういえば弱体化入りまして、移動速度の低下のところで、まあ、弱体化入ったんですけど、ハモンドとかすげえ凍らしにくくなったなっていう印象があるんですが、まあ実際どうなんかなっていうことで今回やってきました。相手の構成は春ザリで、こっちも春ザリ、ほんでウィドウメーカーと半蔵ダブスなやな相手。まあなんで遠距離の攻撃にあーザリア抜かれてモイラもやられちゃったんで、これは第3の壁、メイちゃんの壁使って一旦引きます。うん、そうやね、ウィドウメーカーと半蔵にあんまり抜かれへんようにしていかないと、まあ、ピックどんどん取られていくと。ラインハルトチャージされて死んじゃったんで、これはまあ拠点は取られちゃうかな。ウィドウメーカーにちょっと爪痕だけ残して、まあ、僕は死にます。でまあ拠点取られて、次のペイロードのところからですね、おナイス、ウィドウメーカーマーシーがやってくれたね。バトルマーシーで相手のスナイパーとかやってくれたら結構楽になるよね。味方ビデオやられてるけど、相手のザリアの、ドラゴンサーチとかはないな。半蔵やったんで大丈夫ですね。まあスタントが食らってるんですが、自分もウルト溜まってるんでウルト吐きます。結構凍ってるよ。マーシーやれる、ラインハルトもやれる。よっしゃ大丈夫やな。奥にウィドウとアナがいるんで、アナやってくれんのかな。これどうなんやろうか。あいウィドウメーカーも抜かれて自分も抜かれます。いや今の止まったと思ったんですけど、オフェンス2人相手のウィドウに抜かれちゃったんで無理でしたね。ほんでここ第2チェックポイント直前で、味方のウィドウが相手ウィドウ抜いてるけど、マーシーで創生入ってますね。で右からドラゴンでどうなってんの。相手のタンクは壊滅してんのかな。味方がやってくれてますね。あとは右側の半蔵とちょっと勝負しております。まあ、半蔵弾速が遅くなったんでね、まあそこまで遠めの距離は当てにくいんじゃないかなと思います。はい、で次のウェーブ、さっきのウェーブ守れて、でウルトももうすぐ溜まってくるので、まあブリザードでなんとかしたいなという感じでございます。相手シャター持ってんな。そうシャター持ってんねんな。これ全然なケアしなかった。まあ自分が食らっちゃいましたね。味方のラインハルトは食らってへんかったけど、相手のラインハルトを分断しようと思って前出たけれども食らってもうたっていうパターンやね。まあこっから止めればいいんじゃないでしょうか。でブリザード溜まってる、その前に半蔵抜いてくれのブリザード吐きの、まあこれはいけそうやな。ハルトがチャージ食らってるけど、みんなここにおるぞ。ウィドウメーカーもおるから凍らしてパキンいっといて、でラインハルトを分断、次はしっかり分断していきます。殴ってくれてハルトもダウン、マーシーもやれる。ほんで右側にザリアいるんですけれども、ザリアはちょっと無理そうかな。あんま前行くとウィドウメーカーに抜かれるんで、ここ気をつけたいですね。ほんでここはハルトがここの後ろに追って、まあシャター持ってるんで後ろから決め込む作戦、これ結構見るような、決まっていく。しっかりズドーンと壊滅フラグですね相手。こういうので1ウェーブ取れたらめっちゃでかいよな。時間も結構あるんでいいですね。トリッキーに時間を潰していきます。チームキルということで、次のウェーブ、次のウェーブは何やろな。ウルトは味方のグラビトンサージあるのと、相手はあれやね、ドラゴンサージがあります。こっちカウンターのウルト、例えばゼニアットのこれゼニアットの浸透滅却とかがないからしゃあないな。うん、この試合ドラゴンサージにも結構やられた記憶がありますね。ほんでギリギリ最後入ろうかなと思ってるところ、まあ結構余裕で入れそうやな。こっちグラビトンサージ履いてないんで、まあサージ履けばなんとかなるんちゃうかなとは思うんやけど、うーシャター食らったけど大丈夫そう。味方のグラビトンサージ履いて、後ろにハルトがこれブンブン振り回しますね。チャージ持って行ってくれて、ハルトダウンしてって、上の半蔵ちょっとめんどくさいね。これ壁張ってます。でマーシ狙ってたんですけど、これはナイスバリアやな相手のザリア。まあかなりピック取ってるんで大丈夫とは思うんですが、ザリアにもヘッドショット、アナはチャージで持っていってくれの、あと半蔵が最後残ってますね。モイラやられてしまってるんですけど、これは大丈夫そうです。メイちゃんなんか凍りにくくなってるというか、なんか前のメイちゃんとかやったらスプレー噴射しとったら相手の移動速度がめっちゃ遅なって、そのまま凍り続けるみたいな、逃げられへんみたいな感じだったんやけど、今のメイちゃんほんま逃げれるんよね。まあウィドウメーカーここなんか出てきたん結構ラッキーやったっすね。そのまま分断からのウルトバシコン履いていって、結構凍りそうやけどザリアもやれる。ザリアやれるよね。ほんで右側にラインハルトおるからちょっと打っていってるんですが、まあ逃げていきましたね。よしで次のウェーブ、あんまりさっきのウルトいらへんかったような気もすんねんけど、回しがいているんで1枚取りでも蘇生されたら、まあ、人数差一緒になるのでウルト吐いてしまったというような感じです。なんやかんや言うてたら残り時間20秒までなってますね。かなり時間使えてる。で味方のウィドウが半蔵にやられてもうてるけど、この壁でしっかりと時間を作る。
ただここの上の半蔵がな、なんかあんまり対応できへんからメイちゃんやったら結構ややこしいですね。ほんでシャッターは決まらずやけど、相手のグラビトンからの半蔵のドラゴン合わせてくる、ここなんよね。まあしゃあない、これは早めに死んで次いけるかな。オーバータイムギリギリ間に合いそうですね。ギリギリやで、ほんまに。一応壁作っといて、穴が結構前にいるんで、穴凍らしたらワンチャンハモンドがゴロゴロして飛ばしていきましたね。ライハルトもワンチャン落ちんのかなと思ったけど、落ちひんか。ここは壁作ってハルトにプレッシャー与えていったら、オーバータイムでそのまま入ってこれませんでしたね。ラウンド1終了ということで、キングスローで最後まで進められんかったんはだいぶ検討したんじゃないかなと思います。まあこのマップ攻撃側結構有利だと思うんで、よかったですね。で攻撃側やっていきましょう。攻撃側もメイちゃん使っていきます。早っ、ウィドウメーカー抜いてくれたけど、これ起こすよね。まあさすがに相手にマーシーずっといたんで起こすんやろなと思ってた。でウィドウメーカーとジャンクラットが空いていますね。左側にいるから、とりあえず前線の方、ハルトの盾速攻割れて凍らしたいけど、これうん凍らずやな。あれも移動速度低下入っとったら凍ってたはずやねんけど、今のパッチやったら凍んないですね。でウィドウメーカーまた格付けしてもらって、これは取りたいところ。なんかおるよねこれ、ジャンクラット右上におるな。ほんで結構ローでシグマがやられてしまってるんですけど、オリーサが生きてるんで前線の方はそんな苦しくないねんけどな。あとはこの分断やな、ザリアのカバーが結構いいね。なかなか凍らしたいけど凍らされへん。ハルト凍らしたものの、ちょっと後ろにジャンクラットこれおるから、さっきジャンクラットだけやりたい。あー2枚落ちてしまったな。ちょっとこれは厳しそうですね。一応クリオフリーズ使ってウルトだけ貯めといて、あーダメやね。拠点3分の2まで取れてるんで、まあよしとしましょう。残り2分40秒で結構時間もあるんでね。壁の張り方だけちょっと考えてたけど、こういそうやな、縦に張った方が結構良さそう。でジャンクラットもやってくれた。ウィドウが火吹き始めてますね。まあ、やっぱりウィドウメーカーにスナイパーで1枚2枚抜いてもらうとかなり楽やな。ほんでザリアも行くところちょっと壁で妨害しつつ、凍らへんな、なかなか凍らへんけど、オリーサの神ストップ来てさすがにこれはやれますね。で壁のクールタイムも上がってるんで、マーシーやってバティストもやれそう。ラインハルトなんか来ましたね。これはちょっと前押しして、まあ、残り3秒ぐらいで壁もまた作れるんで、壁作って、まあ、タイルを立ちます。これなんよな、メイちゃんが強いところ、なんか追い込み量的なものができるから、そういうところはバリ強いと思う。でキングスローがこれ一本道やから、変えるところがあんまりないんよね。さすがにラインハルトまではやられへんかったか、無理やね。まあ、ザリアがちょっと引っかかり気味やけど、うん、まあ、ここは一旦引いてウルト持ってるんで味方と一緒に攻めたいと思います。こっちのウィドウメーカーが1枚抜いてもうてるんで人数差はあるはずやけど、ここでウルト吐きつつ相手のザリエのグラビトンでタイヤもちょっと凍り気味なんですが、オリーサやられちゃいましたね。でこれどうなんだやろ、味方のシグマウルトでザリエのバリア両方食らって、奥のウィドウ危ないな、これ怖くなってクリオフリーズ使っちゃいました。で縦割れからのオッケー、いけそうやね。ジャンクラットがどっかにいるけどシグマがやってくれました。あとはウィドウメーカーがなんか来てるよね、来てるから、ここはもうメイちゃんの左パンチ、左ストレートいっぱい食らわして、第2チェックポイントも通過いたしました。ほんであえて構成変えてきましたね。ハルトシグマの似たてになったと。でこっちオリシグなんで、まあ、やっぱ似たてとかの方がええよな、守りやすいし攻撃もしやすいと思う。まあ、あとは縦割れどんだけ、おい危ないぞ、おいシグマナイスバリア。でも自分もクリオフリーズしてたんでどっちみち食らってなかったですね。でマーシーやってくれの縦割りも勝てそうやな。ってことはメイちゃんのスプレー大噴射攻撃いたしまして、シグマもやる。まあこの感じでいけばペイロード進みそうですね。右側にアッシュだけいるんで、あれだけ追いかけます。そのまま追いかけていったらペイロード入ろうとしてますね、アッシュ。まあこれは大丈夫やろ、激怒ナイス、シグマがやってくれて、あとはハモンドやね。なかなか凍りづらいんで、ハモンドしっかりエイム合わせて凍らしに行きます。ずっと回っとったら多分ハモンド凍らへんと思うねんけど、ここはうまいこと凍らせれましたね。であとシグマも凍らして、後ろにドゥームいるんですが、これはもうペイロード進むんで締め出します。はい、ということで勝利という感じになりました。まあメイちゃん実際弱体化したんですけど、ランクマッチでは刺さるとこでは刺さると思うので、まあ様子見て使っていきたいと思います。ということで今回の動画はここまでです。この動画良かったと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。